こんにちは、三元堂の村松です。今日は免疫力を上げるというお話を、ね、していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、では免疫力を上げるというお話を今からしていきます。まず最初にこう前提として覚えておいていただきたいことがあるんですけど、これは免疫力を上げるって、まあ、こう一言で言うんですけれども、青天井にどこまでもどこまでも上がっていくものではないですよね。一定のところまでしか上げるのは難しいと思います。で、なので今回のお話は、下がってしまった免疫力が適正なところ、理想的な状態、健康的な状態まで上げていくにはどうしたらいいか、どういうことに気をつければいいのか、そういったお話をしていくというふうにご理解ください。で、この免疫力を上げていくために、まあ、おすすめの方法2つあるんですけれども、まず1つ目が腸内環境を良くしていくということです。この腸内環境を良くすると、なぜ免疫力が上がっていくのかっていうと、小腸ですね。ここに人間の体の免疫細胞の7割があると言われています。なので7割のこの免疫細胞が元気になれば免疫力はおのずと上がっていくよねというふうにね言われています。で、この腸内環境を良くするためにおすすめなのが発酵食品を摂ることですね。日本には昔からお味噌とか、あと漬物とかね、ぬか漬けみたいなものとか発酵食品がたくさんあります。なのでこういったものを積極的に摂って腸内環境を良くしていくっていうのは非常に大切だと思います。反対にですね、この小麦粉とかですね、はい、こういったものを取る、たくさん取っていくと、腸内環境が悪くなりやすいっていうふうにも言われています。最近こう、グルテンフリーとかね、よく、耳にしたりとか、スーパーとか行ってもね、グルテンフリーの食品って結構多いと思うんですね。で、これは、そういったこう、腸内環境とかですね、体にとって、このグルテンっていうのを取りすぎると、良くないことがある。ということで流行っているんですね。なので、もしね、パンとか、あとこう、なんかパスタとか、まあ、ピザとかね、小麦粉みたいなものをよく摂る方は、そこを減らしてみるっていうのも、もしかしたら腸内環境を良くして、免疫力を上げるところに一役買ってくれるかもしれないです。はい、そして、もう一つ、二つ目ですね。これはですね、本当に一番これが実はおすすめで、お金もかからない。今すぐできる、誰でもできることなんですけども、これはね、笑うことなんです。笑うと、この免疫力が上がると言われています。まあ、他にもね、脳にもいいとか、いろんなことが言われているんですけど、笑うことですね。これをね、ぜひやってみてください。笑うって言ってもね、こんな軽くじゃなくて、もっと、って大声で笑ってみてください。もうできたらね、鏡の前でね、こう、ちょっと10回ぐらいね、ずっと、ってね、こう、大きくね、元気よく笑ってみてください。で、こういう話をするとですね、そんなね、笑えないよとかね、最近まあね、こんな状況じゃ笑えないよとかいう方いるんですけども、まあ楽しいこともあんまないし笑えないっていう方いるんですけれども、そうではなくて、まあ僕はね、いつも常々これはね、考えてるし、よく言うんですけども、笑うから楽しい。ね、楽しいから笑うのではなくて、笑うから楽しいんだよ。笑うから楽しくなってくるんだよっていうお話をしています。なので、こう、無理にでもまず最初はね、ちょっと無理やりかもしれないんですけれども、ぜひ、笑ってみてください。歯を出して笑ってみてください。これやるとね、結構本当に、なんか楽しい気分になってきたりとか、肩の力も抜けます。はい。笑いながら、こう、力入れるってなかなか難しいので、どんどんね、こう、笑うっていうのをやってみてください。これがね、一番僕は腸内環境を良くするところもいいんですけど、笑うっていうところを日頃ね、日常に取り入れていくのが免疫力アップの一番のコツなんじゃないかなというふうにね、思っています。ということで、今回はですね、免疫力を上げる、下がってしまった免疫力を上げるという話で、まあ、腸内環境を良くしていきましょうとか、笑いましょう。ね。笑う。ね。これをおすすめするお話をしていきました。ちょっと他の動画でまたね、免疫力をじゃあ下げないためにはどうしたらいいか。まあ、こんな話もね、していければいいかなと思うんですけれども、まずはこの下がったものを上げるという話で、これを覚えておいていただけると嬉しいです。もしこの動画がね、面白かったとか、役に立ったなという方はぜひですね、高評価ボタンをお願いします。また、このチャンネルではですね、こういった健康の話とか、セルフケアとか、いろいろな動画を配信していますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では、今日はこれで以上です。失礼します。さよなら。